時間ない言うてんのに。感想お願いします。すいません、いや、このままでいきましょう。この全国ツアーいつまで続くんだろうなっていう部分があるんですけれども、でもまあこれはもう終わりがないだろうということです。夜中変わるまでずっと続けなきゃいけないだろうと。でまあその間にこういう誕生日があったりとか、こういうような血糖値を上げるケーキによって自分を奮い立たせながらみんなと力を合わせて変えていきたいなというふうに思います。じゃあどのくつになったんですか。45ですね。45になりました。はい、まさかこんな年になるまで生きると思ってませんでしたよね。もうじじいになる前に死ぬみたいな、もうね、中二みたいなこと考えてましたから昔は。はい、すいません、すいません、個性的な方が非常に多い令和新選組の支持者の方ですけども、ありがとうございます。本当にごちそうさまです。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎がマイクを握り、皆さんからのご質問にお答えをしております。まあ、人に迷惑をかけないってすごい言葉ですね。まあ、基本的には理解はできますけれども、意味はけれども、迷惑をかけずに生きてきた人なんて誰もいないってことですね。ね、赤ちゃんだって泣くし、自分だって泣いたしってことですね。人に迷惑をかけずに生きていける人なんていないっていうことです。で、人に迷惑をかけないことっていうことになると、その言葉だけでも全部統率されちゃうっていうね、素晴らしい言葉ですね。魔法の言葉ですね。コントロールする方としてはってことだと思うんですけれども、まあ、一番重要なことは何かっつったら、例えばですけど、その教育によってコントロールしやすいようにしたいっていうのはちょっと間違ってるっていう話だと思うんですね。例えば道徳の 教科かその道徳ってやつを押し付けようとしてるやつらが一番道徳に欠けてんじゃないのかよって話なんですよ。何をおっしゃってんですかって、あんたらが道徳勉強しなさいよって話なんですね。そうなんです。いや、もうつましくやってますよこちら側って話でしょ。だってね、真面目に生きてますからって、働いても働いてもしんどいっていう状況の中でなんとか生きようと、なんとか食べていこうとしてるのに、そちらはよろしいでございますわねっていう話ですね。すいません。で、まあ、人に迷惑をかけないというか、人が嫌な気分になったりとか、嫌な気持ちになるようなことはなんかずっとやらないっていうか、一回それが合ってるか間違ってるかはやってみるか分かんないところあると思うんですけど、それが他人にとって受け入れられないものであるならば、やっぱ配慮は必要じゃないかっていうような、おそらくなんでしょうね、考え方みたいな方が重要なのかなと思います。で、何よりも先ほども言いましたけども、一人一人が自信が持てないっていうような状況に陥る、これ一人一人で自分で判断することが非常に難しいってことが元にあるんじゃないかなと思うんですね。それ教育が基礎にあるのかなとは思うんですけれども、自分一人違うこと言ってたりとかっていうのはやっぱり浮いてて苦しいんですよね。私ずっと浮いてきたもん、人生ね、こんなに浮いて苦しくてみたいな、まあ、そういう状況の中だったんですけれども、まあ別に違っていいねんからねっていう話なんですよ。人と違って当然じゃないかってことですね。というのはみんな機械じゃないんだからっていう、一人一人個性があって当たり前だし、で、人と違った考え方っていうものがたくさん集まってより強い力になっていくんだろうというふうに思うんですよ。そう考えた時にはやっぱり、あなたがいかに尊重されるべき存在なのかということを小さいうちから本当は教えた方がいいんだろうなというふうに思います、教育としては。で、そのだからあなたが尊重されるべき存在だし、その違う人もそうなんだよと、あなただけじゃなくみんながそうなんだから、そういった意味でっていうところの説明が必要なのかなというふうに思います。実際に多くの国民のみならず大多数の経済専門家と政治家官僚たちがそれを認識していないため、デフレが財政の悪化の原因であるということを認識していないため、我が国の財政は悪化し続けていると。我が国の財政は、財政悪化の根本原因は政府関係者及び政府関係者の無知で愚かである、結果なのだと書いてあります。要するに政府の皆さんがバカだから、財政が悪化していると。で、僕
悪意があって財政悪化してるのかなって思ってたんですけど、この本にバカだからって書いてあって、ちょっとあの衝撃だったんですけど、それ本当なのかなと思って、お聞きしたいと思いました。まあ景気悪い時にもっと景気悪くなるようなことして、それで余計疲弊させてどうすんだっていう当たり前の話ですね。けれどもそれをやってるのが日本の頭脳とも言われるような人間たち、最強官庁みたいなところも一緒にやってるんだってことですよね。消費っていうものを喚起しなきゃいけない時に消費が冷え込むような、税の、税率を上げていったりって、もう真逆じゃないですか、やろうとしてることで。デフレの時にやらなきゃいけないことを、その処方箋をインフレの時にやるような処方箋を使って何とかしようとしてるっていう、だから真逆なんですよ。悪くなる以外ないっていう話ですね。でその人たちがなんでそういうことやるんですかって言ったら、藤井先生ぐらい頭のいい方だったらその人たちをバカだって一刀両断できると思うんですけど、私の場合にはそこはなかなか難しいところで、彼らが信じてることがあるんだろうと。それで間違いがない、財務官僚だったりそういうような政治家だったりがこれで違いないっていうことをやり続けてるってことですね。消費税始まったのが1989年ですよね。で、その後89年、97年に 5% で、2014年に、8% で、最近10になったという流れです。で、これ この画面を見ていただくと何かと申しますと、一番左側、上と下、黄色でございます。これが税収、1990年度の税収が上 60.1 兆円、下の黄色2018年度の税収が 60.4 兆円、過去最高って書いてあります。まあって言いながらもそこまで大きな開きはないですよね。で一方で見ていただきたいのは、その上下ともに右側ですね、順番に見ていきます。例えば消費税、所得税が1990年から2018年比べてみたら減っちゃってるじゃないって話です。で隣、法人税も同じく1990年から2018年比べたら減ってるじゃない。で消費税は増えてるじゃないって話ですね。おかしな話ですよね、これ。だって消費税増やして何やったらこうなるんですかってことなんですよ。要はそれぞれ所得税も法人税もどんどん減税していって、でその上で、日本のこの消費税は上がっていく、しかも消費税上がっていくってことによって消費がどんどんこれ弱っていくっていう状態になるわけですから、結局消費税上げることによってこの国弱ってるやんって話ですね。税収増えていってないやんって話も言えるという話だと思うんですよ。こういうことをやってるのが、藤井さん言うところのバカなのかって言ったら、もうそれですっきり解決する問題なんですけど、でもそれだけではないのかなと思うんですね。何かしら信じてるものが、信仰してるものがあるのかなみたいな財務省的考え方みたいな新興宗教みたいなものがあるんだろうなと思うんですけれども、まあ、どう考えたっておかしいよねって話です。で結局何に使われてますかっていうのを、すいません、いつものやつ出してください。赤と青、ありがとうございます。ご覧いただいているのが1989年から2016年までの、消費税がどれだけ増えたか、そして一方で法人税どれだけ減ったか、ちょうどこの赤と青の真ん中がゼロ、上に行けば行くほど増えます、何が消費税が、下に行けば行くほど減ります、何が法人税が。で消費税収は累計263兆円、一方で法人税収は累計 192.5 兆円も減少。つまり消費税収の実に約 73% が法人税収の減少分に割り当てられていたとも言えると。あくまでも法人税と所得税、法人税と消費税、この2つで見た場合の話ですね。でもちょっとおかしいですよね、これね。だって何のために消費税取ってるっつってたっけって話ですよ。社会保障って言ってたのに、結果蓋開けてみたら、もう一回さっき の1990年とあれ見せてもらえますか、ありがとうございます。見ての通り税収はそんなに動きがない、一方で、ね、所得税も法人税も減っていってて消費税しか増えていってない、結果はって税収そんな変わってないやんっていうね。何なんですかこれ。消費税廃止で、廃止するのに必要な、財源26兆円ぐらい、26兆円どっから持ってくんだよ山本太郎。消費税やめるとか口だけでそんなこと言うけど、どっから持ってくるのか教えてくださいって人がよくいるんですけど、私は方法が2つあるって言ってます。一つは税だって、税金で取りたがる人多いじゃないですか。私は税で取らないっていう方法も考えてます。
税で取る場合には何をするかって言ったら、当然あるとこから取るしかないよね。あるところからしか取れないよ。何をないとこから絞り取ろうとしてんだよ、首絞めてんだよっていうのが消費税ですから、あるところから取るということをやるしかない。じゃあどんな風にやるんですかっていうことをちょっと見ていきます。増税が必要ではまず大金持ちからいただきます。はい、法人税に累進性、そして所得税の累進性強化、これで29兆円の財源ができるという試算もあります。はい、法人税の累進性課税どういうものですか、累進課税制度どういうものですか。儲かってれば儲かってるほど税率が高まり、儲かってない時にはこれ税率が下がっていく。つまりは何かって言ったら、こんなフェアな取り方ないでしょって。一番フェアですよね。でそればかりでなく、景気が過熱する、過熱しすぎる、要はインフレがちょっと高まっていくっていうような状況、消費がどんどん喚起されていって、ね、そういう状況どんどん過熱していくっていう時に、それに対して過熱しすぎないということが実現できるのがこの累進性なんですよ。だって儲かってれば儲かってるほど税率高まるんだから、その分お金を吸収することになりますよね。で逆に言えば、儲かってない時には吸収しすぎないっていう税の取り方なんだから、これが一番フェアでいい取り方じゃないかって思います。で日本の現在の法人税どうなってますか。単一税率フラットっていうやつですね。税率決まってる、税率決まってんだけども得する人たちいるんです。どんな人ですか。大企業、80以上もの税の抜け穴がある、十分にお支払いできないような状況にしちゃってるってことですね。でその特別扱いやめましょうよって話なんです。特別扱いね、特別扱いやめちゃうとどうなるんですかってことなんですけれども、特別扱いをやめる、累進性にする、そういうことで試算をしてくださったんですね、税理士の方が。2016年の法人税収を元に試算をした場合、そのまま2016年の法人税収を見てみると10兆4676億円で、先ほどの特別扱いをやめる、累進性っていうものを導入してみる、この2つをセットでやってみると、なんと2016年の法人税収が29兆1837億円になっちゃう、19兆増えるねっていう計算、そういう話なんです。いいよいいよ、これやっちゃうな、やっちまえばいいじゃないか。続いて、参議院の調査情報担当室にシミュレーションしてもらった、消費税をやめた場合、8から0にした場合、一人当たり賃金いくらぐらい上がりますかっていうシミュレーションに対して、この点線がシミュレーション部分、消費税をやめた6年後にはなんと一人当たり賃金44万円上昇。どうだ、44万円も消費税やめることでそんなもらえる金なんて俺はいらない、私はいらないっていう立派な方いらっしゃいますか。いらっしゃらない、わかりました。じゃあもう皆さんこれやるしかないですよね。どう思います。方法ははっきり言ったら何でもいい、税でもいい、新規国債でもいい、この国を20年以上のデフレで人々の生活を地盤沈下させて、明日の生きる希望も湧かないような社会にしてしまったことに対しての責任を取る、それが政治の役割。そのためにだったら税でもいいし新規国債でもいい、やれること全力でやれって当たり前のことだと思いません、皆さん。一人当たり賃金44万円上がったら何する。でもこれ12ヶ月で割ってくださいね。だから3万円か4万円ぐらいの間で上がっていくと、ね、これまで取られてた消費税っていう罰金がなくなった上に経済成長していって6年目にはこれぐらいのお金になると。食べたかったもん食べるよね、買いたかったもんパルコでも買うよねって話ですよね、これね。今日まではウィンドショッピングだがみたいな話ですけどね、すいませんね。まあこういう形になっていかないことには、私は地域経済も盛り上がっていかないと、地方がどんどん衰退していってる原因を国で作ってどうすると、それを一刻も早くやめるためには消費税は廃止しかない。ただし次の選挙で野党が消費税 5% という旗で戦ってくれるんだったら、私たちは将来的には消費税廃止だけども、次の選挙ではここで一応合意して政権交代につながるような戦いをした上で、一刻も早くまずは消費税下げるってことに力を注ぎたいと思います。大きな声で長時間申し訳ございませんでした。参議院長、すいません、長野インターネット放送局なんですけども、はい、経済について、今日いろいろお話いただいたんですけども、はい、3年前 の、 その、マスコミからしかこう情報が入ってこないよっていう
まあ、そういうふうにおっしゃってた中で、まあ、3年経ってすごくこう成長されて勉強もされてると思うんですけども、その点こう何が山本さんの中で変わってきたんでしょうか。いや、そんな変わってるつもりはないんですけどね、自分の中では、はい、相変わらずの自分なんですけど、責任感が強くなったから説明をちゃんとしなきゃっていう部分なのかもしれません。でも一番の大きな転換点みたいな部分はやはりその財政問題っていう部分、お金についてちゃんと喋んなきゃ何も解決できないっていう部分に対して私なりの突破口的なもの、あ、これができるんだったら世の中より早く変わりやすいなっていうような、多くの人たちが救われやすいなっていうようなものが見つかったんですよね。食品の安全とかっていう、例えばあのゲノム編集とかそういうことでなんかこう、うん、表示とかっていう問題出てますよね今。まあ、だから消費者にとって情報公開が十分になされてないっていう考え方です、私からすれば。でそういうような、遺伝子組み換えにしろゲノムに関しろ何が一番重要かって言ったら、それが蓄積していった結果人体にどのような影響が出るかというようなしっかりとした知見みたいなものも積み上がってない段階から、特にゲノムの場合そうですよね、そういうものを推し進めるっていうのはあまりにもありえないということです。それをどうしてもやらなきゃいけないっていうのはやはり企業側の利益っていう部分に多分おんばかってるからだろうという話です。まあ、遅れないように。時間ない言うてんのに。感想お願いします。すいません、いや、このままでいきましょう。まあ、あのこの全国ツアーいつまで続くんだろうなっていう部分があるんですけれども、でもまあこれはもう終わりがないだろうということです。世の中変わるまでずっと続けなきゃいけないだろうと。でまあその間にこういう誕生日があったりとか、こういうような血糖値を上げるケーキによって自分を奮い立たせながらみんなと力を合わせて変えていきたいなというふうに思います。じゃあ、どのくつになったんですか。45ですね。あ、45になりました。はい、まさかこんな年になるまで生きると思ってませんでしたよね。もうジジイになる前に死ぬみたいな、もうね、中二みたいなこと考えてましたから昔は。はい、すみません、すみません、個性的な方が非常に多い令和新選組の支持者の方ですけども、ありがとうございます。本当にごちそうさまです。ありがとうございます。頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎がマイクを握り皆さんご質問に